半沢直樹シリーズ俺たちバブル入校組、俺たちバブル入校組は、池井戸淳による日本の小説。半沢直樹シリーズ第一作。別冊文芸春秋2003年11月号から2004年9月号に、かけて連載され、2004年12月に、文芸春秋より単行本化。2007年12月に、文春文庫にて文庫化。2019年11月に、 講談社文庫にて、半沢直樹一俺たちバブル入校組に、海題の上、文庫化された。本作は、2013年7月7日より、TBS 系列で放送された、テレビドラマ、半沢直樹の第一部の原作にあたる。テレビドラマは、初回平均視聴率19.4%を記録し、その人気から原作本である本作は2013年7月22日付の、 オリコン、本ランキング文庫部門で週間49,781部を売り上げ、前週の40位から2位へランクインした。二度オーディオブック化されていて、2013年12月13日より2016年4月上旬までフィービーにて、ハンザー役を白石みのるが担当し配信されたものと、2018年9月14日より、オーディブルにて、 吉田健太郎が朗読を担当し配信されたものとがある。主人公、半沢直樹は大手都銀の東京中央銀行にバブル期に入行し、今は関西支店の中でも中核店舗とされる大阪西支店で有志課長を務める。上昇志向の強い支店長、浅野忠氏の強引な命令により5億円の融資を行った西大阪スチールが 有志実行の直後に倒産してしまう。半沢は、西大阪スチールの経理課長、並野に問いただし、帳簿を調べると、明らかに粉飾の跡があることに気づく。そこで社長の東田光に事情を聞くが、東田は開き直った末に失踪してしまう。5億円の有志失敗に起こった浅野は、粉飾を見破れなかったとして、半沢にすべての責任を押し付け、知らぬ顔を決め込む。 奮撃する半沢だが、融資した5億円の再建回収をしなければ、子会社への出向は免れない。銀行員にとって、出向とは通常、片道切符であり、事実上、銀行員生命の終わりを意味する。そこで、部下の柿内、同期の戸張忍、神田、超工場の社長、竹下清彦、信用調査会社の木杉拓二らの協力のもと、東田の行方を追う。 朝野の息のかかった東京本店幹部の陰険な事情聴取を交わし、嫌がる波野を捉えて追求していくうちに、東田の粉飾と計画倒産だったという真相を突き止めるが、そこには銀行の信用に関わる重大な事実があった。大阪西支店東京本店、ありがとうございます。